皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。今日ですね、先日発売されました2月の勝者第9巻、まあ、この中に出てくるね、題材をもとに俺たちの中学受験ということでお話をしてみたいなというふうに思っております。まあ、すでにね、皆さんもこの9巻読んだ方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、読んでないよっていう方もね、非常に中学受験のことをリアルに書いていますので、漫画としてもね、面白いものになっているので、ぜひ読んでいただけるといいかなというふうに思っております。まあ、この9巻はね、まあ、中学受験に、の世界にね、いる方にとってみれば非常にね、内容がしんどいというか、重たい内容もね、書かれているんですけども、まあ、早速ね、この9巻に出てくる内容から、中学受験についてね、少しお話をしてみたいなというふうに思っております。ではね、最初の場面、まず最初ね、ちょっと島津家のお話がまたこう続いていくんですけども、まあ、島津家の話はね、これまでも、いろいろお話をしてますし、今回の内容はまあ子供の立場、それからね、お母さんの立場、それから塾の先生から見たその状況はね、今こういう状況なんじゃないかって、まあいろんなね、お話が出てくるんですけども、ちょっとね、割愛をさせていただきます。それぞれの立場で思うことそれぞれあると思うので、で、まあその先の話のね、期待値としてっていうところだけお話ししてみたいと思うんですが、まあ自分としてはね、できればもう一度まあ お母さんと、塾の先生と、島津くんとね、いろいろ話し合ってる間もお父さんね、今頃反省してるんじゃないかというふうに思うので、なんとかね、家族で僕としては中学受験にね、向かってもらいたいなっていうふうに思ってますっていうところが、まあ一番理想的な形かなとは思ってはいるので、まあそのことだけはね、ちょっとお伝えしておこうかと思います。で、場面はね、その次行きますと、深海魚と教育虐待っていうことがね、テーマになった内容が続いていきます。で、まあ深海魚っていうのは、まあ、中学校入ってからね、成績がずっとこう低迷して上にはこう上がっていくことができない子供のことを、まあ、深海魚っていつからかね、呼ぶようになったんですけども、まあ、そのね、深海魚っていうことをテーマにした動画っていうのは結構前にね、一本実は出していまして、まあ、お時間がある方はね、ぜひそちらもご覧いただければと思います。まあ、この辺にね、ちょっとリンク貼っておこうかと思いますので、まあ、動画をね、見終わった後にでも見ていただければと思います。で、改めてね、ちょっとその深海魚っていうところをテーマに、少しね、今回お話をしてみたいなというふうに思うんですが、まあ、中学受験をね、こう目指している段階で、まあ中学校入った後の話としてね、成績の話でその深海魚っていうふうになってしまうんじゃないかっていうことを、まあ気にしている方もいらっしゃれば、まあ、全然気にしない方もね、いらっしゃるんじゃないかと思います。まずはね、中学受験、合格を目指して頑張ろうっていうことをね、だけにこう集中しているっていうご家庭も多いんじゃないかと思うんですが、僕自身もね、親として中学受験やっていた時はどちらかというとその気にしない派でした。で、まあただ今になってね、こう中学校の現状っていうのをこう少しずつこう知るにつれて、まあそうかそうかっていうふうに思う部分もあるので、そのあたりをね、少しお話ししてみたいなというふうに思います。まあ中学校入るとですね、もちろん中間試験とか期末試験っていうのがこう行われます。で、学校によっては、順位がね、中学校1年生の段階で発表される学校もあれば、そういったね、順位は発表されない学校もあったりします。で、進級っていうものに関してですね、まあ、ある程度の点数、ここ以上取れないと進級はできませんよってはっきりね、ちょっと厳しめになっている学校もありますし、まあ、なんとかね、全員が進級できるようにということで、できるだけね、手を差し伸べて、全員が、次の学年に進んでいこうというような形を取っている学校もあるんですよね。だからもし、その、深海魚っていうところをね、ちょっと気にしますということであれば、まあ、そのあたりはね、学校によってやっぱり違いがありますので、まあ、志望校として考えている学校がある程度こうあればですね、まあ、情報収集をしてみて、まあ、表向きのね、情報としては出てこないかもしれないんですけども、直接学校にね、先生に聞いてみるっていうのもいいと思いますし、まあ、その学校にこう通ってるね、生徒さん、知り合いの方がいるんであれば、まあ、そのね、保護者の方に、そういったところのね、進級に関することだとか、成績のフォローみたいなところに関しては、情報をね、多分教えてくれる方もね、いらっしゃると思うので、そういった方にね、確認をしてみるっていうのが、まあいいのかなというふうに思います。で、また同じくちょっと実際のお話ということでね、事例でお話をしてみたいと思うんですが、まあもちろんね、中学校入る段階で、もともとね、小学校の成績っていうのは、まあ小学校の時の成績っていうのは、まあある程度こうね、順番というか上から下までっていうのは当然あるとは思うんですけど、中学校入ってからの成績がその通りになるかっていうと、決してそんなことはないっていうことがね、
自分としては最近ね、印象を抱いていることになるんですね。っていうのはやっぱりこう、例えばそのチャレンジ校なんだっていうことで、チャレンジ校をこう受験してですね、合格しましたという子供の中には、やっぱりそこはね、非常に嬉しい気持ちを持って、中学校入りますので、ここで勉強頑張っていくんだということでですね、中学校1年生入った段階で、こう授業と、それに対する復習っていうのをちゃんと毎日こなしていくことで、成績がいい子、まあ学校の中でね、中間とか期末の成績がいい子っていうのも、普通にいますし、逆にね、ある程度余裕を持って合格をした子供のなんですけども、中学校入った段階でね、ちょっとしばらく勉強はっていうことで少しね、こう勉強をおろそかにしてしまって、中間期末の成績がね、低迷している子供っていうのも、いたりします。なので、その、小学校時代の成績がね、一概にその当てはまるっていうことではないので、まあ、あんまりね、深く気にしなくてもいいかなっていうふうに、個人的には思ったりするのが、実情ではあるのかなというふうに思います。まあ、ただ、現実としてね、毎年進級ができない子供たちが出てくる学校もありますので、まあ、進化業っていうところがね、やっぱ気になるかなっていうことであれば、お子様の志望校選びのね、一つとしてそのあたり、まあ、学校入ってからの情報っていうところもね、調べた上で志望校を決めていくっていうのも、もちろんね、大事なところにはなってくると思います。まあ、子供によってはね、中学校入ったら、まあ、部活であったり、こう、なんか違うことにもね、かなり力を入れていきたいんだというふうにね、思っていたにもかかわらず、中学校ね、1年生の段階から、勉強のハードルがかなり高いっていうところに対してね、ストレスを感じてしまっているっていう子供がいるっていうところも、やっぱ現実としてはね、やっぱありますので、まあ、その進化業っていうところが気になるんであれば、そのあたりね、保護者の方とか、知り合いの方がいればね、やっぱり聞くっていうところは必要になってくるかなというふうに思います。まあ、それとね、教育虐待っていうところのお話になっていくんですけど、まあ、これはね、最近出てきた言葉なのかなというふうに思うんですが、いまいちね、こう自分としても、こう教育虐待イコールこういうことなんだってはっきりね、ワードが思い浮かぶわけではないんですが、まあ、なんとなくね、わかる部分もあるかなというふうには思ってはいるんですね。まあ、漫画の中に出てくるのは、その子供の受験を親が私物化してしまうとか、まあ、親のエゴのためにね、子供に受験を頑張ってもらいたいんだっていう気持ちがね、まあ、島津家とまた違った形で子供への愛情が、まあ、間違った方向に進んでしまって、結果ね、教育虐待になってしまうということが現実の世界でもあるよっていうことにはなると思うんですけど、まあ、これはね、一応自分もね、気をつけなきゃいけないなっていうふうに少しね、思ったりはしました。おそらく皆さんも今、中学受験ね、お子様の中学受験取り組んでいる中で、なんかこう、自分をね、中心に考えてしまってるんじゃないかっていうことを、ふと気づく時があったりするんじゃないかと思うんですよね。正直言うとね、自分はそういった時がね、こう、視野が狭くなってしまってっていうことが、まあ、あったなっていうふうに思うんですよ。まあ、例えばですね、まあ、知り合いの方と中学受験に関する話をこうしたりするときにですね、何かこう自慢されてるようなね、感じてしまう。自分がね、そんな風に受け取ってしまったりだとか、なんかマウント取られてるのかなっていう風にこう自分が思ってしまって、なんか頭がモヤモヤしてしまってね、こう、なんかこう自分としては視野が狭くなるというようなことがね、自分としてもこうあったときがあるんですよ。なので、まあ皆さんももしかしたらね、そういうことがあったりすることがあるんじゃないかと思うんですけど、まあそのままね、そういったことばっかり考えて、まあ進んでしまうと、親のための受験みたいなね、親がこういうふうに思わないような受験みたいな形のね、間違った方向にやっぱこう進んでしまうこともあるかもしれないので、まあそんな時はね、ちょっと漫画を見て思い出していただいて、そういったね、教育虐待っていう方には進まないようにね、していければ、いいのかなというふうに思います。そしてね、最後に場面は6年生の、保護者会っていう話になります。まあ、いよいよね、6年生は過去問を解いていくことになりますという話になっていくんですけども、まあ、そこではね、過去問に関してはできるだけ本番と、同じような形にするためにコピーをね、しっかり取って、取り組んでいきましょうということで、まあ、この9巻にね、関してもコピーというワードがね、出てきました。なんかね、こう、最後の参考文献っていうね、ところに、もしかしたら受験合格コピーって載ってるかなって思ったりもしたんですけど、まあ、9巻もね、載ってはなかったです。ただ、まあ、今回もね、そのコピーっていうワードが出てきたので、まあ、中学受験においてね、コピーって大事なんだなっていうことをね、少し皆さんが感じていただけたら僕としては嬉しかったなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、話戻しまして、過去問の話になるんですけど、まあ、入試問題はね、ラブレターなんだっていう言葉がね、最後この辺出てきます。で、これはね、自分はその、親として中学受験やっていた時っていうのは、
まあいまいちねこうピンとこなかったんですよ、そういったワードを聞いた時に。ただ子供がね過去問を取り組み始めたりとか、まああと今はね特にこれもそうだよねっていうふうに僕は思ったりするんですね。だから皆さんもいまいちこうピンと来てない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけども、間違いなく入試問題っていうのはね、ラブレター、まあ学校案内かなっていうふうに自分としては思っています。っていうのはそのね、いろんな学校の過去問を解くことで本当にね入試のこう問題の出題の仕方、子供たちに問いかけていることっていうのが全くね違うんですよね。同じ国産 B 社の問題であるんですけども、求めてる人材像であったり、こういったね教育をしていこうかなっていうふうに思ってますということがもう本当に違うので、まあこれからね秋のシーズンに関しては学校説明会っていうのがこう始まってくる、今年に関してはオンラインでね行われるかなと思うんですけども、気になる学校に関してはねぜひ過去問を親御さんに関してはこう見て読んでいただいて、それぞれの学校のね、もうそういった問題用紙っていうのを見てみることでよりねその学校のことを知れるということは間違いないというふうに思いますので、親御さんはねぜひ過去問に目を通していただくのがいいというふうにね思います。でこれは親だけじゃなくてね実際子供も感じる話になるんですね。ちょっと自分の子供の話になってしまうんですけども、まあ夏休みの期間ね、サピックスっていう塾だと有名中過去問っていうのにねこう取り組む期間があったりします。夏休みの後半ぐらいですかね。で例えばその受験予定の学校も受験予定ではない学校、例えば男の子にとってみれば女子校なんていうのは絶対受けることはないんですけども、まあそういったね有名な学校の過去問だけがこう揃っているものがあるので、それをこうね解いていく期間があるんですけども、そういったね過去問を子供がこういろいろ解いていくと、この学校の問題ね結構面白いなっていう反応をしたりだとか、まあ場合によってね言い方悪いんですけど、この学校はね行きたくないなっていうようなことを発言するような時があったんですね。それぐらいに子供たちにとってみてもいろんなね学校の過去問を解けばその学校の特色っていうのが出てきますし、でかつまあ今ねこの学校に行きたいんだっていうふうに志望校として考えている学校の過去問がね非常にこう解きやすいとか面白かったというふうに子供がね感じるようなことがあれば、やっぱりその学校に行きたいっていう気持ちがね子供自身にもどんどん芽生えていきますので、まあそれぐらいにね過去問っていう、まあ入試問題っていうのは、それぞれね特色色があるものだということがね最後のこの場面で描かれているってことは本当のね自分自身も感じたし、これはいろんな方からも聞いてる話なので、まあ皆さんね過去問には目を通していただきたいなというふうに思っております。まあっていうのがね、この2月の勝者第9巻に出てくるね中から話題とした中学受験の話になります。まあ途中ね、ちょっと少しだけコピーの話させていただきましたけども、毎年ね、この夏休み、まあ特に今月はね、本当にお申し込み非常に多かったんですね。まだ全然中盤で終わってないんですけど、なんとかお盆前にね、納品お願いしますっていうお客様非常に多かったです。そしてお盆が明けたら明けたでね、やっぱ夏休み期間にコピーの重要性をすごく感じたのでっていうことで、12月までね、非常に申し込みが増えるのが毎年の、通例というふうになっていますので、特にね、5年生に関しては、再来年のね受験に向けて申し込みが増えるシーズンとなりますので、ぜひねコピー機のレンタルなんかもご検討いただけると嬉しいかなというふうに思っております。まあ、これからもね中学受験関連の話していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それとね動画の高評価もいただけると嬉しいです。ではまたね次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。